数学において、束は、ファイバー束の一般化であり、局所的な積構造の条件が落ちている。局所的な積構造の条件は、束が位相を持っているから定義できる。この条件がないために、より一般的な対象を束と考えることができる。例えば、E と B が集合であるときに、束、π、E、B を考えることができる。ファイバー束のときには、 ファイバーはすべて同型及び同章でなければならなかったが、束においては逆造イマイナスイチがすべて同じように見えるということはもはや正しくない。束とは集合 E、B と写像 P、E、B からなる三つ組である。束のこの定義はかなり条件が弱い。例えば、空写像は束を定義する。それにもかかわらず基本的な用語を導入するために 十分使うことができ、すべてのタイプの束は蒸気を満たす束に、さらに条件を課したもので、通常さらなる構造を持つ。角 BB に対して、P-1 は、束の B 状のファイバーである。束がの部分束であるとは、BB、EE かつ P イコール PE になることを言う。断面とは写像 S、BE であって、角 BB に対して、P イコール B すなわち S。 p-1 を満たすもののことである。より一般に、束あるいは束対象は任意の件において定義することができる。券 C において、束とは単にエピシャパイ、EB のことである。剣が具体券でなければ、写像の現像の概念は利用可能とは限らない。したがって、これらの束はファイバーを全く持たないかもしれないが、十分よく振る舞う件ではそうならない。 例えば、引き戻しと集大象1を持つ剣では、B の点 Y、P、1B と同一指摘、P のファイバーは、P と π の引き戻しとして得られる。B 上の束の剣は、B 上の対象のスライス剣の部分剣であり、一方固定された、規定対象を持たない束の剣は、コンマ剣の部分剣である。は、石手剣、C2、すなわち、C の胃の剣でもある。 滑らかなベクトル束の剣は小さい剣の剣キャットの滑らかな多様体の剣状の束対象である。各多様体をその節束に送る席ではこの束対象の断面の例である。ありがとうございます。